さあそしてバッターボックス秋山、ツーアウトランナー三塁一塁、二塁ランナーはタッチアップから三塁まで行きました。薮田が同点に追いつかれました。さらに西武この回勝ち越しのチャンス、いい当たり弾いて一塁に送りましたが、薮田もんで打って倒れてどこに当たったか、大丈夫か、強烈なライナーでした。お腹の下のあたりですかね、どこですかね、あ下腹部あたりでしょうかね、強烈なライナーが来ました。スリーアウト、西武に5対5の同点に追いついています。9回の表、薮田果たしてどうでしょうか、あ担架が用意されました。これで そのまま一塁のベンチに戻っていきますが、強烈なライナーでしたが、それでそのまま一塁に投げて倒れ込みました。さあ5対5の同点で9回の裏、西武のピッチャーは果たして誰が来るんでしょうか。牧田というコールがありました。背番号35。